願いします。はい、始まりました。出席取ります。アイレディ番号1、3、5。うーいえー、桃色クローバー Z。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。バカじゃないの。はい、始まりました。イエーイ。ちょっと待って、八百屋じゃないからね。今日あのなんとゼックス天球スペシャルです。はい、今日は休みなんですよ。はい、今日はみんなお休みでした。今日休みの日です。はい、うん、そうだからね、そうテンションそうなんですよ。おそらくみんな寝起きなんじゃないかなっていう、ね、あれ一人だけなんか、ね、部屋飯してる。さすがだな。もうおかしくないっすか。俺部屋飯しろって言われてここ来たのに誰もしないって。え、誰に言われたの。たくみさん。俺昨日たっくんに明日部屋飯しなくていいって言ったら、うん、俺もしないからいいよって。明日天球スペシャルだねって話になって、うん、で、なんか俺歩いてきたらなんかもう前立って遠くから見たらなんか明らかに頭が持ってんのね。あれ、あいつは気合入ってんだ。やばいね、ちょ気合入ってんじゃん、うん、やりきれない。やばいね。だって渚今日このまま出勤できるじゃん。もうしないっすわ。え、仕事していけば。しないっすわ。2部、はい、やりなよ2部。あれでも今だって部屋飯してるってことはなんかもう今仕事モードじゃん。仕事の時やっぱ飲まないとさ。本当に。え、違う。飲まない。いいっすいいっす。渚ハゲ気にしてるから盛らないと。いや、これの方がハゲ気にしてる。じゃあまあほら、仕事の時は自分がどう飲んでるかちょっとみんなにアピールした方がいい。これをね。うん、これを、それをこんぐらい入ってんのね、もちゃが、うん、全部入れちゃうの。あーすごい。マジ大丈夫なの。はい、大丈夫ですよ。マジか。使える。使えるじゃないですよ、全く。いやー確かにいい人だ。どう、濃くない。おい、うるせえや。一発目濃いよね。関係ないだろう。ゴリラ変身。まあ確かに、あの前回命名したんだよね、コバくんです、コバくん。いや、てか、眉毛ないんだよ。ダメー、アップにしないで絶対。ちょっとアップしないで。アップにしないで。アップにしないで。いや、ダメだって。アップにしようとしてるし、ほら。ダメ、眉毛マジじゃないから。本当だ。やばい、マジでない。じゃね、なんで。あ、用事だ。あー、オッケーオッケー、わかった。今日あそこでアップしてくださいって言ったら、基本マオがアップになるから。そうだ。アップしてください。バカじゃないの。いや、今日はコバじゃなくて大きいボンドです。あそこの下のところにさ、マオだけ出しといてもらえば。なんでアップで。やだ。あの下のところになんだっけ、ワイプ、ワイプ、ワイプ、バカじゃない。なんかで、あのマオだけ下のところに。オカマみたいな手つき。いや、オカマの人にあんた向いてるよって言われました。素質がある。なんでだろうね。オカマでもあれじゃないですか、なんかそのマオさん結構ああいうガッツリじゃないゴリラっぽいもの、たまにいけんじゃないですか。あの、ごつい方のね。ごつい方の。じゃ、なんかね、あんたなら売れるよって言われた。誰ですか。オカマ業界で。オカマ業界で。あの、はい、魔王のワイプとか誰も得しないから。得しないよ。得しないよ。いや、まあそうですね。僕らは結構ね、話の歌になるというか、やめてください。今スタッフさんがね、多分やってくれることを俺は期待してるんで。いや、そういうフリーじゃないでしょ。やっちゃうからダメだからね。ダメ。10分後ぐらいになんか下の方に、ね、渚くん、お願いがあります。飲んでください。いや、もうなんかもうそんな長く言わなくても。あ、飲むからもう。これ拾っていいのかな。何、ナンバーどうだったんですか。まあ、確定までお待ちくださいって感じです。確定まではもうちょっとだからね。誰がナンバーワンだったんですかね。ですね。はい、締め瓶みんなお疲れ様です。お疲れ様でした。いや、やばい、もう締め瓶の疲れ感マックスじゃない。特に真ん中の人とかやばくない。なんかなんで。今なんかもう格好がテレビ見てる格好みたいになってる。いや、だってもうオフだもん今日。ああね、なんなら俺もう今日なんかもうね、こういう感じで出ちゃう。いっくさんオフすぎてみんな反応困っちゃってます。何大変なことになってます。ノーヘアメでいっくんセクシーだって。ノーヘアメですか。踊り子かな。おい、バンバンルーツ。いや、この時間で酔っ払うのどうなんすかね。渚県外って。
渚君県外じゃない。分かんないですよね。どうだったんですか。まあまあお楽しみということで。まあ、はい、まあ食毛祭ありましたし、ね。食毛祭じゃねえよ。脱毛祭。それがまさかの渚以外、渚君以外ここは県外っていうパターンもあるし。分かんないね。だから来月もしくはあれだ、確定ナンバーが出たら一人でこれ桃色クローバー的やばい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 出席取りバスアイレディ番号1しかない。うわ俺それで天球やってほしい。やばいやばい俺正直結構時間ギリギリになっても誰も来ないから、うん、やべえなって。たくらんで出なきゃいけないから俺一人でやるのかなと思って。あなるほど。頭の中いろいろ考えてたの。考えてたんですよ。勘ぐってて、うん、あれどうしよう。それが今日 ないのにあるって言われてるのか。一人の場合どういうふうにやろうと思ったの。一人の場合とりあえずなんかやってみて。今一人の場合のやつやってみて。一人の場合尺伸ばさなきゃいけないから来るまでずっとなんか、うん、俺じゃあ一人のパターン行こうって。行かない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 。まだ未定ですけど、もしかしたら CM 明けみんな4人帰ってるかもしれない。気をつけてください。ありえない、ね、かもしれない。みんな解散だって。やばい、それは本当にやばい。そういうの苦手ですよ。あ、でもほら、渚明けでもいいよっていう人も結構ね、うん、いや、嬉しいっすわ。じゃあそうしようよ、うん、めっちゃ見てみたい。はゴリラだけが一番つらい。バカじゃないの。得しねえってだから。 CM 明け、ワイプアップで始めればいいじゃないですか。いや、言うていい。あのね、俺一人とかね、ほぼワイプと変わんないから。ワイプ、まあ CM 明けちょっとお楽しみね。ワイプ来ないですね。わかんないですけどね。どうなってるか。マオ君のワイプください。いらないです。やめてください。マオ君のやっちゃうんで。ワイプ今準備中かもしんない。なんかポロッと出てくるかもしんない。大丈夫。得ないよ得ないよ。誰も得しないし重要ないよ。いやあの宣伝になる。なんだっけ今ね絶賛公表公開中。え、マオの惑星。ライジング。ライジング。うん、なんだっけあの主演ではないですけどね。役とかあんないでしょ。敵役って言っていいとかじゃないのしか言わないね。ゴリラ誰だよコメントしてるやつ。出てこいよ。そうなんか分かってやった。言うていいとバカじゃないのはわりかし言ってるよ。的確なところついてるの、うん、嘘俺そんな口癖。でもそれ見てくれてるってことはよくマオさんのこと見てくれてる。うんだね。需要はないけど。それはひどい。それ結構ひどいな。需要はない。みんなの口癖は笑えるのかな。口癖なんだろうね。なんすかね。口癖なんだろう。いっくんもね、バカじゃないの。俺多分いっくんのからね、口癖映った。いっくさんの口癖は知ってます。何？お腹すいた。カルボナーラ食べたい。それは匠が勝手に作っただけだよ。あ、すいません、ポテチキ5個。頼んでねえよ。あ、でもバカじゃないの俺言うかもね。言う。あ、言う多分いっくんと長く言いすぎて、多分それが映った。バカじゃないの。多分俺のバカじゃないのが多分映ってると思う。たくみさんの口癖なんだ。たくみなんだろう。あ、仕事中のちょいちょい聞く口癖あるわ。あ、なになに。接客抜きで言っていいですか。あ、言う。あ言う、まあ、最近ちょっと僕ブームなんですよね。接客抜きで言うこと。はい、あの初回のお客さんにこう接客抜きでいろいろガチな話をするっていうのは、あの、はい、今ね、最近マイブームです。ヤッサンとかなんですかね、口癖。ヤッサンなんだろう。なんて言うんすかね。あー、ちょっと疑問系みたいな感じですね。いや、そのなんて言うんすかねが口癖。あーと、多分酔った時によく言う。ちょっとそれわかります。いや、普段も言うよ。いやー、なんて言うんすかね。言うでしょ。あれ、両端にヤスさん二人います今。いやー、なんて言うんすかね。僕結構これ誰でもモノマネできるんですよ。渚は何。なぎさの口癖。飲み足りないが口癖だって。違う。あ、そう、それそういう感じです。いや、なんて言うんですかね、それ。なぎさなんだろうな。なんすかね。おかしいっすよ。あー、でもそれ多いっすね。そう、おかしいっすよってよく。もう。それでも確かに多いっすね、よく言いますね。あとなんか、些細なことだとなんか相手が言ったことを分かってんのに、え、嘘って言っちゃうんですよ。ハゲてるよ。嘘みたいな感じ。違う違う、そういう使い方じゃない。そういう使い方じゃない。うまい。ああね、でも言う言う言う。やめろよ。で俺大体伸ばしますね。やめろ。言うか。俺そんな言わないね。そんなボリュームじゃないですね。なんだろう。なんかもう伸びます。ああ。え嘘。
そう、そういう感じです、そういう感じです。そんな感じです。さっくんのキャップだって。はい、さっき八百屋ってやりました。八百屋さん見えますか、こんな高い八百屋の帽子あるんだ。八百屋見えます。八百屋どんだけ儲かってんだって感じだよ。八百屋どんだけだよ。おしゃれな八百屋だな。そうですけどね、おしゃれな八百屋だよ。八百屋の店員がクロームの帽子かぶってたのやだよ。さっくん、今日のおすすめは。今日のおすすめは、なんだろうね。おしゃれ八百屋だって。確かにおしゃれすぎでしょ。今日の真央くんは、今日の真央くんはね、ノーマイゲ、ノーマイゲ。ノーマイユ。面白くないわ。なんかもう、あ、なんか伸ばしてきて、伸ばしてきて。なぎさ飲んでください。え、嘘。グイ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 。そうだね、そのぐらいしか飲めないよね。今のやばい、やばい、コールやる気がなさすぎる。3人でつくときはつきます。複数でつくときもつきます。はい、そう、初回結構みんなでつくこと多いですかね。ピンでつくときも、はい、まれに。うん、やばいね、コールのテンション間違いない。あ、低いね。結構ね、わかんない、これ伝わったかわかんないですけど、現場の空気は結構やばいですよ。重いっす。僕戦のときの赤に死んでますね。誰が、ん、誰が、誰が？そんなやついるか？これ、イクトさんじゃないですか？似てなくない？俺初めて。あんま言われたことない。あ、イクンだったよ。マオゴリラみたいにこうする。マオゴリラみたいに。それさ、チンパンジーじゃないの？あ、そうか。やってシンバル、こういうやつでしょ？こういうやつ。おもちゃの。すごいあれアホ面だよ。あ、俺もか。猿のおもちゃ。猿っていうかチンパンジーだよ。やばいね、やっぱりこういうテンションでやるとコメントも全然伸びないんだ。やばいね。やばいよ、200円。あの、そう、さっきね、拾ってくれたんですけど、結構現場の空気はマジやばいっす、これ今日。重いよ。重いっつうか、なんだろう、ゆるい、家みたいな、家みたいじゃないか。ね、典型だよ。なんかほら、グラスガチャガチャして遊んでる人いるしよ。遊んでた、遊んでる人いたわ。飲まなきゃ、ほら飲もうか。いや、じゃあみんなで飲みましょう。俺一人飲むの不公平。そう、今日典型です。テキーラ飲もう。一杯ずつぐらいなら大丈夫でしょ。バカじゃないの。出た、それだけ聞きないっすよね。え、あの、濃いお酒ってもらっても大丈夫ですか？あったりします？緊急企画、ああでもね、ないわね。ないよね。いや、なんかハロウィンだったから、もう今日マシュマロ買ってこようと思ったの。あの食べたかったの。違うよ。一回もどんだけ口の中に詰められるかみたいな。前のモモクロの時にナンバー陣全員で出て、口の中にマシュマロ何個入るかやった時があって、あの、結構それがね、ずっと好評なんです。今日好評だった。そう、あの、何の企画が良かったですかってコメントを求めたときに、あの、マシュマロって出たから。なんで何、魔王良い。これどうする、これ何ゲームやる。何飲み、ゲームやる。31でいいじゃん。バカじゃないの。出たそれ、やっぱ言うじゃん。31やろ。31以外にしよう。じゃあここはさ、やっぱ男気でしょ。そうっすね、2つあるんで。はい、いきます。男気、男気じゃん。まず1つ目男気ね。おかまおごり。ちょっと、あの、許してくださいね、今日これ天気の僕らのテンションを上げるためのあれなんでね。いくよ。いいっすか。おっと、男気じゃんけん、じゃんけん、ほい、はい、こで、ほい。うわー、見たかった。だいたいこういう時言い出すってるな。ほんと、あー、もう辛いわ。いきましょう。はい、おっと、男気じゃんけん、じゃんけん、ほい、はい、こで、ほい。飲みたかったー。男気、おお男気、おうおう男気、おお男気、おうおう男気、おお男気、おう。あめ、結果誰か珍しい人が飲むこともなく、まあ定番なんだね。ということで、このまま行っちゃおう。え、嘘。うん。CM です。Let's go.
ちょっと会いたいな。よかった。いいっすよ、アップ、もう戻して。はい、はい、どうも、ちょっと CM 中にみんながちょっといなくなっちゃったんですけど、はい、ちょっと残り時間一人でやりたいと思います。はい限界っす、限界っす、無理っす帰って、帰ってきてください。早すぎ、早すぎ、早すぎ、コメントも何も拾ってない。無理せめて、無理せめて、何とか言わない。いや、近い、近い近いし、きついっすわ。10秒、20秒だよ。いや、コメント拾えよ、コメント。やってみてください、マジできついっすわ。戻りましょう、戻りましょう。はい、いいね、でもたまにはこういうのも悪くないよ。コメント拾う。いや、あの予想外の話すぎてびっくりしたよ。拾う余裕ないっす、俺。あら、ハゲ頑張りなさいだって。いきなりコメントめっちゃ伸びたね。さすがだね。ほんとやばい、1人100ぐらい稼いだ。100ぐらい伸びてる、持ってるね。びっくりした。いや、あのね、20秒もなかったっすよ。15秒じゃね、10秒とか。え、きついっすね。いいね、コメント上がんなくなったら渚のピン入れればこんなに長くほら、視聴率登録も。いや、きついっすわ。きつい、はい、きついっすわ。来月から結構ね、これ一人番組やんないっすよ。話も出てるんだけど。出てないっすよ。まあやってこいよ。やろうね。おかしい、おかしい。お前もやるんだよ、そんなこと。なぎなぎクローバーゼックス。やばいやばいやばいっすね。うほうほうクローバーゼックス。ブヒブヒでもいいんだよ。全然やるよ。パクパククローバーゼックス。あ？え？やめて。もうなんかちょっと手が。ゴリラ間違ってたピンがなくていいから。確かに、Are you ready? 番号1、うーってなるのかもしれない。うーはーじゃん。帰っていいぞ。今日、あれ、シラフだから、あの、いじられると、なんか、イラッとしまう。うまいのが帰ってこない。めげちゃう、めげちゃう。飲んだ方がいいんじゃないの？飲んだ方がいい。まだ一杯あるから。ほら。まだそこに置いとくから。あ、でもね、言うじゃないですか。第2回戦、何で決めたらいいと思います？ピカピカじゃない、さっきからね、ゴリラピン振りじゃないからね。何ゲームがいいですか？振りにしか聞こえねえっつうんだよ、バーが。何ゲームがいいですか？何ゲームがいい？ちょっとじゃあ、視聴者の人に。オッケー、ピンは、ピンは分かった、ピンは分かった。ピンを、うん、分かった。高速ドライブ。あのね、酔っ払ってる時に頼んだらやってくれると思うよ、多分。にらめっこ、にらめっこ、誰と誰のにらめっこ。視聴者とマナでやればいい。待って、俺ダブリューダブリューが1個でも来たら、まあね、飲まなくてもいいけど、ダブリュー1個も来なかったらマナ。絶対誰もやらないからね、そしたら30秒間ぐらい仲間。ほら、リスナーは飲めません。そうだから、リスナーさん対あれ、マナ君ね、損するのね。飲むのは俺だけだからね。いや、得か。ほら、誰も得しないって。得は、じゃあね、W がどっちだ、来なかった場合、うん、あの、なぎなぎのアップが見れる。おかしい。今あのままアップにしてもらえばちょうどいいとこに。今正直何も。いや、じゃあこれね、このままアップにいったら多分俺なんだよ。ほら。あー、結構やばい。結構広い。結構やばいっすね、これ。来てるね。来てるよ。結構来てましたね、今。来てるよ。で、さっき真ん中のなぎなぎのおでこに合わせて僕アップにしといたんですけど、そのまさか1分に来ちゃうと思わなかった。やめよう。ハイギアアップにしてみる。なるね。結局誰飲むんですか？え、じゃあゲーム決めてよ、じゃあ。じゃあさっき負けた人決めていいっすよ。負けたじゃないの、何ゴリメッコって。
じゃあ、はい、今のこのいいコメントしてくれたんで、ゴリネッコやべえ、一人ずつワイプで写して一番ゴリラの顔が上手い人を飲みましょう。ユーティー、多分ね、それ決まってんじゃん、これ出た決まってんじゃん、分かんないし、だってやんなくても、だってあのアップになった瞬間にもうドーンじゃん。だったら終わりだよね。だって俺もう 44.4% だよ。ゴリネッコはやべえ。違う、44だよ。あ、そう、44か。そうだね。今日一のコメントかもしれない、ゴリメッコしちゃうって。やばいっすね。いや、それでよくないですけど、誰が一番ゴリラの顔に似てるかで、ワイプでみんな一人ずつ。もう決まってない、それだって最初から。決まってます。もう、振りじゃない、それ。あの、31、4対1やみたいな。もう決まってる。ねえ、さっき31やろうって言った時も完全な4対1だったから。大丈夫。味方いなかったけど、俺。何がいいですかね。やばいね。サーティワンにしますじゃあ。サーティワンにします。サーティワンします。しましょう。しますか。しましょう。じゃあ誰かいけど負け抜かりですよ。はい。はい。サーティワン、サーティワン。一。四対一だったね。二。あ、五。三、四。五、六、七、八、九。十、十一、十二。十三、十四、十五。十六。十七、十八、十九。ほら。21。22、23。24、25、26、27、28、29、30。31、31、31、31、31、31。うわー、よかった、なんか。いや、まあ、多分ぜ望んでたんですよね、コメントの人たちが。あ、多分。あ、なるほどね。ヒロキが飲むこと。で、マオさんが飲むって多分分かりきっちゃってたんで。あ、確かに確かに。はい、やっぱちょっとイケメンに飲んでもらわなきゃなっていうので、うん、あー休みの日のテキーラまずいや普段なら美味しいんですか。イケメン美味しいですよ、ね、いやいつも嫌いだけどさ、うん、目が幸せってのも書いてあるんですよ。一回アップにしてもらっていいですかね。逃げるな逃げるな逃げちゃうちょっと直してくださいよ。テディ直してカメラ直して今のは目を見ようと思ったのよ。目を見ようと思ったの。目です目。あ、ほら幸せそうな目してるよ。めっちゃ嬉しそうっすね。じゃあ普段のとこ戻って。これ普段だって。じゃあ普段のポジション、これポジションはちょっと線伸ばしすぎたもん。普通だよ。いや、何してんの。こいつ、こいつちょ、一回戻してもらっていいですか。この人、僕は無意味に落ちた、今椅子が無意味に落ちた。ちょ、なんかコメントで、あのサイコロないのって言うから、ちょっと、テーブルの下見たら、こけた。だから暴れてたの。なんかずっとこうやって動いてくる。いや、無意味に落ちた、本当に。なんかね、そう、あー、かばってちゃんだな。そんなあれだと思う。いっくんがアップやって自分詰めになった途端にそんなね、もう一回アップくださいね。暴れて、俺欲しいんだ、欲しいんだな。やだー。早く結構でかいぞ、このアップ。嬉しくないよ、需要ないよ、大丈夫ね。サイコロです、何あっつあるじゃないですか、なんかあるっすよね。あっち、酔っ払った。なんでまたこけてんすか。またこけた。見つけたの俺、さっき。サイコロ、何サイコロ。あれですよ、なんか お母さんの連絡先消すとかそういうの書いてあるやつ。あった、はい。そうなの、これ何フルートどうなの。フルートいろいろね、組み合わせが、だから、はいはい、腕立て、兄弟の腕立て。意味わかんない。兄弟の組み合わせが悪いんだ。あ、一回やり直しでしょ、これ。一回一回組み合わせが悪いんだ。あ、やべ、落ちた。なんすか。腹筋しながら上司に一言切りするってこと。やばい。背筋だよ。背筋、背筋、背筋。これは、はい、どうぞどうぞどうぞ。普段で、あの、背筋しながら一言切る。一応、あの、マオさんの上司、ここにあの、結構いるんで。あ、じゃあ、いいや、ちょっと背筋は、あれですからね、ちょっとやりづらいから、上司に一言切り。上司に一言切り、本当に一言。ここにいる人っすよ。いや、いなくてもいいよ。いなくてもいい。いない人でもいいっすか、うん、で、このね、今ここにいない上司。じゃあ、これ後で YouTube にアップされるから、これね。あ、本当に。じゃあ、今一言。はい。いくと飲めよ。
どうすんだよ、どうすんだよ、サーティワンでよくはめるんだよ、この人。ああ、確かにね、ミクトさん、でもそれは行きましょう、参りましょう、だってなんで俺なんすか、ふったわりにコールしてたよなんでノンコールなの。いい、行きましょう、参りましょう、いい、行きましょう、参りましょう、わかんないっすか、このコール、ね、次、じゃあ時計回りで振っておきます。あ、俺、はい、このロズ、これはね、変なのが出る。友達に政権好きと一言切り友達に政権好きと一言切りなんだよ友達ってね、でもみんな友達っていうか従業員ですからね。うん、どうしようかな。じゃあ政権好きなしでなんか今いなくても一言、一言だよね。友達、ちょっとね、イニシャルでいきましょう。イニシャル、D さん、飲めよ。グイ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 。さすがっすね。D はおかしいだろ。え ？D はおかしいだろ。あれミスったかな。時計回り、次誰？はい。お先に出られないから。何ちゅう。落ちた。ああ。ちょっとちゃんと落ちないように来て。はい、背筋、無言電話、恋人、背筋をしながら、いや、腹筋しながら恋人に無言電話まあ、コスト的に言うならこの、イロカノイロカノに無言電話しろってことですかね。それは無理だな。無理だ、無理だ。飛ばします。じゃあ1分前、はい、投げ投げ、ラスト行こう、早く、ラスト、ラスト、はい、上司に一言はい、どうぞ。いや、いいんすか、俺は結構後輩なんですけど、うん、まあじゃあちょっと腹筋しながら行くと飲めよ。グイ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 。違う違う、イクさん、そっちなの、そっちなの。イクさん、最後あるよ、最後あるよ、ほら、最後かけよう、20秒。最後さ、最後さ、ほら、先月昇格祭したね、やったんだから、ほら、はい、早く早く、15秒しかない。グイ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 。はい、ということでね、ちょっと天球スペシャルでしたが、ちょっとテンション低くて申し訳ないです。申し訳ない、はい、じゃあまた来週ちょっとね、頑張るんで見てください。バイちゃん、バイバイ。コバでした。でもなく黙り込んだこと疲れ、何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで抱き込んだ仮面をやめ、ただくたに紛れ込み死んでしまった順序、ましてや無情なこの溺れて この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を。 Hey yo everybody、 この動画は夜遊びを楽しくする目的で作られております。ホストクラブのお店探しなら Night 2、 総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送はすべてこちら。パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録チェケラー。